四条河原町から祇園の方に来て、今から蓮田バトンに向かいます。人力車がいます。オーフレッシュと牛乳を使ったアイスとあんきと生クリームが入っておりまして、特に最強のほうで生クリームがかかっておりまして、練乳のかき氷です。こちら4品種のかき氷でございます。大きくて食べれるかわかりません。うちも食べてみます。いただきます。すいません。バトンから身の上に行って とかに載ってる有名な白川通り、着物とかで着てる人が
通るとすごく映えるところです。今日は今のところ着物の人がいないのでちょっと撮れないですけど、でも可愛い。京都っていう感じが残ってます。なんて言うんだろう、狭い道だけどなんかすごい表現が難しいけど風情がある。今日は南座に舞妓さんとか芸妓さんとかが集まってるそうで、この辺りも結構人がたくさんいます。南座には写真を撮ろうと思って待ってる人たちもたくさんいます。